よお前ら、俺様だ。今日もね、太陽がボーボー燃えてますね。お前らはね、動物園って好きですか？ね、つい先日ね、某国家特務なんちゃらなんちゃらのね、R さんがね、動物園でなんか嘘知識を教えるいたずら動画を出してね、なんか軽くボーボーしたらしいんですけどね。まあその動画は自主的にボーボーしたらしいんですけど、まあそれは別にどうでもよくて、ね、動物園に行くとペンギンって言いますよね。で、俺様ね、面白い名前のペンギンがいるからね、お前らに紹介しようと思います。はい。その名もね、うんこボルトペンギンですね。そう。俺様はね、大学時代の一個下の後輩にね、KY 王子っていう KY な人がいるんですよ。で、その人が2年ぐらい名古屋に住んでたんで、こう名古屋に遊びに行ったんですね。で、名古屋には東山動植物園っていうね、結構大きな、まあ、動物園と植物園が一体化した公営の施設があって、で、そこはその KY 王子って人に案内してもらったんですよ。そしたらね、そのペンギンと出会って、まあ一般的にはね、フンボルトペンギンって言うらしいんですよ。で、その KY 王子が、フンボルトペンギン、フンはうんこだから、うんこボルトペンギンじゃんって言って、俺様ね、ちょっと大爆笑しちゃったんですけど、ね、まあそういう面白い名前のね、ペンギンがいるっていうことをね、お前らにね、ちょっと教えてあげようと思って、この動画をね、撮ってます。はい。うんこボルトペンギンね。でね、その時のね、動画もね、実はあるんですよ。だいぶね、何年も前の動画だからね、ちょっと探すの代弁じゃなくて大変かもしれないけどね。そう、うんこボルトペンギンのね、動画もあるんでね、お前らぜひ見てみたらいいんじゃないでしょうか。はい、お前らもね、たまにはね、動物園とかに行って、うんこボルトペンギンに会いましょう。東山動植物園じゃなくても多分関東にもね、上野動物園とか、東武動物公園とかね、千葉市動物園にも、うんこボルトペンギンいるのかな、わかんないけど、まあ多分いると思うから、いないかもしれないけどね。お前らもうんこボルトペンギンに会いに行きましょう。それではさよなら、ボーボー。ボーボー、ボーボー、ボー。ボーボー、ボーボー、ボー。